なんでなんでしょう、左利きの人って右足全然使えないでしょ、はい、俺なんか右利きやってたから、まあ、左もある程度使えるし、まあ、両方できる、はい、そういうタイプじゃないでしょ早ないツッコミ。はい、続いては企画に移っていきたいと思います。題してガンバ大阪新旧サイドバック対談。どんどんどんパフパフ。じゃあサイドバックということで、左と右ということで、まあ、考え方もね、今と昔とではちょっと違うかもしれないし、ね、今のサイドバックの話も聞きたいんで、ちょっとお題をね用意しますので、じゃあ順番にいきます。1つ目、どん、目指しているサイドバックの選手は。はい、1つ目のお題です。監督に結構言われるのは、こうジョルディアルバみたいな選手になれるよみたいなことを言ってもらうんですよ。じゃあ、ああいう藤原じゃなくて、藤原じゃなかったですそういうなんていうんですか、まあ、抜け出すとかワンツーとか、まあ、縦にも速いし動き出しも上手いしみたいな、そういう理想とする、まあ、昔から結構ジョルディアルバ選手見てて、まあ、目標というかそこは自分の特徴とマッチするところあるかなっていうのをイメージしながら見てました、はい、でもタイプ的には合ってるよね、ジョルディアルバでね、近いかなっていうのはあります。なるほど。俺はでもどっちかって言ったら真逆かな、ロベルト・カルロスかな。これなんか自分っていうよりかは、人対対戦相手に対して何が一番嫌かなって思ったら、やっぱりこう上下でどれだけ行ってどれだけ相手を裏返せるかっていうのを常に考えて、こう足元でちょろちょろやられる分にはついていけばいいわって思うから、背後取ってすぐ戻って仕事するみたいな、そういうサイドバックが一番俺嫌やなと思ったから、俺そういう選手になりたいなと思って、ロペカル。そういう選手ですもんね、そういう特徴ですもんね。まあ、マウント取ってきた俺は違うよみたいな。どういうこと？そう、タイプがあるからね。タイプがあるから。でもなんか今でもサイドバック見てもなんかみんな足元うまいし、こうなんやろ、本当になんか上下でアップダウンしてガンガン走りまくるっていう選手はもういなくなったよね。そうですね。ちょっとサッカーも変わってきてるところもあるし。それだけをこうやっててもいいっていう感じでもやっぱ戦術的にもあるし、ちょっと変わってきてるのかなと思います。で、大体どのチームもウイングを置くからね、はい、やっぱウイングを生かすっていうようなサッカーに変わってきてるよね。そうですね。そういうワイドに速い選手がいたらやっぱりもっと中取ってその組み立てに参加したり、そのウイングの攻撃参加をサポートするっていう役割が結構求められるかなと思います。なるほどね、はい、今だからこういうふうに時代は変わってきております、僕ら、はい、はい、じゃあ続いていきます。試合前のルーティン。いや、俺ルーティンないの。ないっす。それをしちゃうと不安になっちゃうじゃないですか、できなかった時に。なんかアクシデントがあってそのルーティンができなかった時に不安になりそうじゃないですか。あ、例えば到着時間が、そういうのです、バスの到着時間がね、スタジアム入りが遅れたりとかね、はい、渋滞で、はい、結構スタジアムに入ってなんか流れがある人も多分いるんですよ。そのこれをこの時間にこうして、こう体ほぐしてとかいろいろあると思うんですけど、そういうのを決めずにやってます、自分は。だいたいだからルーティン決まってるなっていう選手は誰？いつも見てる中でなんかいつも同じことしてんな、この人、試合前はこうやってこうやってみたいな。市森純くんですかね、あの人はやるよね。やりますね。いや、黒川選手はないの別に。いや、変にもちろんありますけど、大体その体幹も入れるし、まあこう動きながらのストレッチとかもやりますけど、そのこれをやってこれをやってとかは決めてないってことです。でも意外とね、そんな なかったんかな。でもまああるようで、細かいところ多分あるよね、多分。はい、多分言われたら、あ、そうなんかっていうのはあるかもしれないですけど、うん、意識はしてないです。あ、してない。はい、続いていきます。はい、マッチアップして嫌なタイプの選手。
これはさっき梶さんが言ってたような、うんうん、どんどん自分の背後を走ってきたりこうドリブルで仕掛けてくる選手ですね。じゃあ J リーグで言うと、あこの選手嫌だなっていうのをマッチアップして、いやでもなんかそんなもう背後を走ってドリブラーみたいな選手がなんかマッチアップしてもそんなに いないイメージがあります今。やっぱ裏取られて速い選手だね。速くてもう常に狙ってるような選手がやっぱりやってたら一番いいです。なるほど、ね、まだ最近でも右利きの速い選手はだいたい左サイドにもあるもんね。そうですね、カットインもっていう、ま、なんかそっちのサイドの方が結構ドリブラーと対峙してるイメージが多くて、こっちは意外とこう作ってみたいなタイプが右に置かれてるっていうイメージが全体的にはあるんで、まあでもやっぱ速さ、まあ、ドリブラーみたいなのがやっぱ一番嫌、はい、絶対一番嫌ですね。俺は逆にその速さっていうことに対して俺勝ちたいって思うから、それを封じ込めたいって思うから逆に1対1にしてほしい。もうカバー組んで、カバーはいらんと。1対1で負けてもいいから1対1させてほしいっていうタイプやね。そこが見せ場だ。そこが見せ場で、そこを封じて逆にそこがこう後半でメンバーチェンジとかそこさせたら、させたら勝った。確かにその感覚は分かります。逆にサイド入れ替えたりとか、交代してくれるの気持ちですね。それがもう一番見せどころやで、ね、はい、今年はそれでいってください。わかりました。そのメンタルでね。そのメンタルです、ね、うん。じゃあ続いて、はい、周囲との連携を深めるために、普段から心がけていることは。サイドバック連携大事よね。いくら走ってもなんか出てこなかったらあれやしね。最近で言うと何ていうんですかね、外国籍の選手が近くにいること多くて、まあ、ラビもそうだし、ダワンとかアラノとか結構左サイドにいることが多かったので、まあ、よりこうコミュニケーション取っとかないとやっぱ伝わらないもん伝わらないんで。でもほとんどブラジル人よね、そういったらね。ウェルトンもそうやしね。そうっす、うん、まあ、でも適当な英語と、お、ちょっとアピールしました。適当な英語でちょっとやり取りパッパッとして完結させます。簡単な英語で。いやでもアラノとか日本語結構分かってるし。分かる？分かってますね。右左とかもそんなんも絶対分かるし。あ、じゃあ普段からまあコミュニケーション取れてるという、ね、いや取れてますよ。結構喋ります。ロッカーも近いし、うん、簡単な英語で。やたらそこアピールする。簡単な英語で日常会話できる。日常会話どういうこと喋るの？ダワンとかアラーノが結構おならするんですよ。しょうもな。ロッカーで結構するんで。おならするんですか。で、どっちやみたいなやり取りをずっとしちゃって。あ、なるほど、はい、ダワン選手とアラーノ選手がね、出てこいて、お前どっちがこいったと思うみたいな。ダワンがして、うん、横のロッカー誰もいないとこなんか覗いたりするんですよ、ダワンが。あ、なんか人のせいみたいな。あ、なるほど、誰もいないのにロッカー。いやいやいや、ダワンやでみたいな。その時めっちゃ楽しそうなんで、彼らが。なるほど、でコミュニケーションしっかり取れてると。取れてると思います。普段からね。はい、普段から。はい、続いて、はい、高校時代から主戦場はサイドバックだと思いますが、もしポジションを変えて出場できるとしたらどこでプレーしてみたいですか？中学校まではフォワードとかボランチもやったし、結構真ん中でプレーしてることが多かった。高校も攻撃？高校はサイドバックやってましたけど、サイドハーフもやってました。サイドバックに初めてコンバートされたのが高校？いや、中3の最後の方ですかね。おお、あ、早いね、ほんとそれやったら。はい、意外と早いです。で、高校になってサイドバックになりましたけど、結局最後の選手権とかはフォワードで出てるんですよ。あれ？あ、そうなの？なんか謎のコンバートもう一回やってフォワードで試合出て。機能したんすか？全く機能せず敗退です。それサイドバックでよかったね。いや、よかった。まあそうです。なるほど。でも基本的にはサイドバックずっとやってましたけど。あ、そうなの。他でやりたいポジションあります？勝負するって感じですか？ここでちょっと違うポジションやってみたいなみたいな、まあ、監督にもし打診するとするんだったらここのポジションやらせてくださいっていうんだったら、トップ下やらせてくださいよ。トップ下か。
そこ来た。ちょっと王様になります。あ、そっち、そっちやりたいですね。わかりました。じゃあ今年も今シーズンもね、攻撃的な、はい、あの黒川選手アシスト得点10ということで、そうっす、はい、プラス10ですね、アシスト得点ということで活躍期待したいと思います。最後にちょっとファンに向けて、ファンサポーターに向けてメッセージを。いつも応援ありがとうございます。まあ、今年は、まあ、自分自身もすごい覚悟を持って臨みますし、まあ、チームを何としてでも上位争いして、で自分はタイトル取りたいと思ってるんで、まあ、それに向けて頑張りますんで応援よろしくお願いします。はい、今日はね、プライベートでも充実しております、黒川選手に来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。今年のでも目標としては1点取って、まあ、1点ずつ積み上げていきたいですね。小栗とは連絡取ってる？初ゴール決めた時とか連絡が来て、ナイスゴールっていう風に LINE で連絡来ました。嬉しかったですね、めちゃくちゃ。